ンデミック発生から数日が経った。最初は絶望的な状況だと思っていたけれど、生存者も少しずつ保護できるようになってきている。もちろん全員を拠点に迎えることはできないから、近くの避難所まで連れて行く程度だけど。先輩、ネクスト調査の件でご相談があります。ちょっと待ってて、もう少しで書き終わるから。おお、ダイアリーですか。そういえばパンデミックの前から書いてましたね。ほう、自らの行いを記録するとは感心だな。我ら選ばれし者たちの軌跡を存分に書き残すがいい。別に何か目的があって書いてるわけじゃないのよ。日記を書いていると気持ちが落ち着くだけ。それで次の調査で相談があるっていうのは。よくぞ聞いてくれた。実は昨日保護した生存者たちから興味深い情報を得たのだ。昨日保護したのって確か小学生くらいの子供たちだったわよね。イエース。その子たち曰く、とってもストロングなメイドに助けてもらったというのです。レイラと同じ人助けをするゾンビハンター。我らと同じ選ばれし者に違いない。強いメイド。でもそれだけじゃ探すのも難しいわ。せめてもう少し居場所を特定できる情報がないと。その点は心配ありませんよ。子供たちから話を聞いて大体の場所は分かってる。いつでも探しに行けるよ、リンカちゃん。おー、グッドタイミング。さすがですね。分かった、行きましょう。探す相手がどんな人なのか先に教えてもらってもいい？まだ絶対ってわけじゃないんだけど、多分土浦乙葉さんなんじゃないかなって。土浦乙葉？誰だ？有名なゾンビハンターなのか？有名といえば確かに有名ね。秋葉のメイドカフェで働いてたなら知らない人はいないわ。何せ伝説のメイドって言われてる人だもんね。メイドオブレジェンド？なんだそれ、めちゃくちゃかっこいいではないか。秋葉にメイドカフェが流行る前からメイドとして存在し続けている生きる伝説よ。とても優しくてとても強い。人脈や人望もあるし、私たちの力になってくれるはず。そうよね、渚。渚？うん、私も久しぶりに乙葉さんに会いたいし。決まりですね。次のターゲットはメイドオブレジェンド。絶対に探し出して生け捕りです。生け捕りにしてどうする。目的は勧誘だぞ。強行手段は最後の最後まで取っておかねばならんのだ。そうでした、気をつけます。それでは調査を進めましょうか。乙葉さんがいると思われるエリアに向かってください。こちらでもできる限りサポートします。イエスボス。なぎさ、任務開始です。はい。
はい。
はっ！
Thank you.
我が弟子よ、今日はどんな言葉を教えてほしいのか言ってみるがいい。この漫画に書いてる言葉が分かんないので教えてほしいです。ふむふむ、おととい来やがれか。そうです、別れ際に使う言葉だと思ったんですけど、
言ったら怒られてしまったんです。ほう、実際に使ったのか。一体どういうシチュエーションで使ったんだ。そう、あれは救助した人たちを避難所に連れて行ってあげた時でした。これで全員避難できたかな。みんな無事に連れてこれてよかった。なぎさ、見てください、みんなが手を振ってます。お別れの言葉でグッバイしておきましょう。へい、皆さん、お達者で、おととい来やがるです。レイラちゃん、うむ、それは怒られるだろうな。使い方が間違っているぞ。凪沙もそんなひどいこと言っちゃダメって言ってました。でも何が違うのかさっぱりです。いいか、おととい来やがれという言葉は仲が悪い相手に使うものだ。この漫画でも敵対勢力に向かって言ってるだろ。友好的な相手には使わない、極めて攻撃的な言葉なのだ。おととい来やがれにはそんなルールがあったんですね。覚えておきます。うむ、しかしレイラも熱心なやつだな。漫画を見て日本語を学ぼうとするとは。当然です。ミーがこの国に来たのは漫画やゲームのようなサブカルチャーに憧れたからです。そのために必死で日本語も勉強しました。毎日毎日アニメとかを見てセルフで覚えたんです。やはり好きこそものの上手なりだな。アニメや漫画は最高の言語教材というわけだ。イエース、アニメみたいにクールな日本語を使えるようになりたいんです。あっはっはっは、いいだろう、そういうのは得意だ、任せるがいい。私が直々にクールな言葉を教えてやる。シチュエーション別の特別授業だ。しっかりと聞いて今後に生かすように。オーケー、なんだかワクワクしてきました。という言い回しならかっこいいだろ。やはりサブカル好きとしてこういう言い回しは必修だぞ。わお、ベリークール、とっても参考になります。よし、では実践練習だ。私のセリフに合わせて対処してみろ。テーマは自分を成長させるために裏切った親友だ。イエス。ぐー、強くなったなレイラ。まさかアリサはミーを強くするためにみんなを裏切ったんですか。何のことかわからないな。いいかレイラ、この先どんなに辛いことがあっても頑張るんだ。つぼかく、アリサ許さないです。ミーの親友をこんなことに巻き込んだ奴は許さないです。何やってるのかな、あれ。二人ともアニメが好きみたいですし、その真似でもしているんじゃないでしょうか。いいぞ、そんな感じだ。イエース、アリサ、もっとかっこいい日本語を教えてください。では今度はライバルが味方になってくれるシーンで使える日本語を教えてやろう。イエーイ、やっぱり日本語は面白いです。
メイド・オブ・レジェンドについて何か面白いエピソードがあれば聞かせてほしいです。面白いエピソード？私たちも同じメイドカフェで働いてたわけじゃないし、詳しくは知らないんだよね。あ、でもすごく優しくていい匂いがしたのは覚えてる。なんかお母さんみたいな感じがするんだよ。わお、マミー？ミーもマミーのことは大好きです。早く会ってみたいですね。どうしたの、アリサ。珍しく考え込んでるみたいだけど。珍しくとはなんだ、珍しくとは。私ほど辛抱遠慮を巡らせている人間はそういないぞ。だが、考えていたというのはその通りだ。その伝説のメイドの件だが、秋葉にメイドカフェが流行る前にはすでにメイドだったと言ったな。ええ、そう言ったわね。ということは、だ。その伝説のメイドは何歳なんだ？どう考えても10代や20代ではないはず。ストップ！それ以上はダメだよ、アリサちゃん。土浦さんの年齢について触れるのは禁止よ。口にしたら最後。ふむふむ。どうなるんだ？いや、知らない方がいいわ。少なくとも幸せなことではないのは間違いないわね。なるほど、肝に銘じておこう。世の中には口にしない方がいいこともあるからな。皆さん止まってください。前方にゾンビとは異なる生体反応を確認しました。ですが。ええ、見えてるわ。なりかけになってさまよっている土浦さんの姿がね。幸いまだ向こうは私たちに気づいてない。作戦を立てて効率よく土浦さんを捕まえ。カノンちゃん、ワクチンの準備をしておいて。すぐに動きを止めて拠点に連れて戻るから。ちょ、待ちなさい、渚。周りに他のゾンビがいるかもしれないのよ。さすがは我ら選ばれし者の筆頭だな。誰よりも早く飛び出し、命を懸けて人を救おうとするとは。私も負けてはいられん。ゾンビはミーが駆逐します。レッツショータイム。くっ、勝手にみんな飛び出して。これじゃ作戦も何もないわ。リンカさん、大丈夫ですか？大丈夫よ、このくらい。渚の無茶に振り回されるのなんて慣れっこなんだから。任務開始です。はい、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 はい。
はい、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 魔戦マシンガン、
はっ！
はい。
リンカさん、よくご無事で。どうってことないわよ。みんながみんな勝手に動き出したときは、さすがにどうしようかって思ったけどね。それより、土浦さんは治療できそう？なりかけの状態ですが、バイタルは安定しています。これまでのデータと照らしても、十分助けられますよ。そう、よかったわ。秋葉が元に戻ったとき、この人がいないと、きっとたくさんの人が悲しむから。わかりました。それでは、治療を始めましょう。治療を開始します。発症するまでの記憶がない。ええ、全く。ゾンビさんたちがたくさん出てきた日に腕を噛まれたことは覚えてるんだけど。あ、そういえば初めましての子もいるのよね。私ったらご挨拶もしないだなんてメイド失格だわ。自己紹介の必要はないぞ。お前の名前は土浦オトハ。伝説のメイドであるという話はすでに聞いているからな。あら、そうなの？もしかして渚ちゃんたちから聞いたのかしら。わ、私たちのこと覚えてるんですか？何回か話しただけなのに。もちろん覚えているわよ。秋葉のメイドはみんな私の家族のようなものだから。おひゃー、これはまさしくビッグマムですね。思わずその胸にダイブしたくなってきちゃいます。私は大歓迎よ。レイラちゃんのこといっぱい抱きしめてあげるわ。お、なぜミーのことを知ってるんです？ミーはまだ自己紹介してないはず。言ったでしょ、この町のメイドはみんな家族だって。あなたが働いていたお店のこともよく知ってるの。さすがはレジェンド。秋葉のメイドのことなら何でもお見通しなんですね。妙ね。確かになりかけの時の記憶はほとんど残ってないけど、少なくとも発症するまでのことくらいは覚えてるはず。確かにそうだな。私も同じく覚えているぞ。いや、あれはなかなかの恐怖体験だったな。最後に覚えているのは、隠れていた子供たちをゾンビさんから守って、それから誰かとおしゃべりをしたところまでね。誰かと？あの子たち以外にも生存者がいたんですか？ええ、子供たちの避難を手伝ってくれたのよ。それからすぐに別れちゃったから、今どこにいるのかはわからないんだけど。そうだわ、あの子たちは無事なのかしら？小学生くらいの子供たちのこと何か知らない？
れってもしかして昨日保護した子たちのことかな。そうでしょうね。安心してください。あなたが保護していた子供たちは私たちが安全な場所まで送り届けましたから。よかった。あの子たちゾンビさんに親御さんを襲われてもう誰も頼る人がいなかったのよ。せめて私が力になってあげたいと思っていたんだけど、私までゾンビになってただなんてね。ありがとう、あの子たちを助けてくれて。このご恩は決して忘れないわ。わお、眩しいです。笑顔がサンのように輝いてます。なんという光のオーラだ。これが秋葉に古くから存在する伝説のメイドなのか。古くから。ちょっとアリサちゃん、そういう話はしちゃダメだってリンカちゃんに言われたでしょ。おっと、今のはなしだ。許せ土浦オートハ。私もたまには間違えることがあるというわけだな。元気で楽しい子ね。渚ちゃんたちがいい仲間に恵まれたみたいで嬉しいわ。あ、もうこんな時間だ。ごめんリンカちゃん、私先にちょっと部屋に戻るね。乙葉さんも今日はゆっくり休んでいってください。まだ回復したばかりで大変だと思うし。なぎさ、どうしちゃったんでしょう。いつもと比べて元気がない感じがします。そうか、いつも通りのなぎさに見えたが。いえ、レイラの言う通りよ。なぎさの様子は明らかにおかしいわ。後先考えずに突然突っ走ってみたり、ちゃんと話を聞いてなかったり。じゃあやっぱりいつも通りではないか。渚は会った時からそういうやつだったぞ。否定はしないけど、でも絶対に何かがおかしいわ。土浦さんと戦う時も渚らしくない焦りが見えたし。何を隠しているの渚。私が渚に感じていた違和感、嫌な予感はしていた。その予感の正体をただ考えないようにしていただけ。でもそれはただの現実逃避に過ぎない。現実ほど残酷なものはないというのに、私は信じたかっただけだ。渚がいつまでも私のそばにいてくれると。だけど私のささやかな思いを踏みにじるかのように、現実は情け容赦なく突きつけられる。翌朝、渚は私たちの前から姿を消した。